大家好，这是动画学术趴。紧接着上次我们在东部州国际动画周对日本动画界元老级制片人丸山正雄和真木太郎的专访，本期会客厅栏目我们再次迎来一位重量级嘉宾汤浅正明。喜爱日本动画的观众相信一定对这位天才般的动画人不会感到陌生。1965年出生的汤浅正明早年曾参与了樱桃小丸子、蜡笔小新等作品的制作，并贡献了大量十分具有辨识度的高质量作画段落。2004年以动画电影《心灵游戏》为契机，汤浅正明作为动画长片导演出道，此后接连执导了《兽爪》《海马》《四叠半神话大戏》《乒乓》等等多部原创或改编动画。2013年，他与崔恩映共同成立了科学猴动画工作室，并担任社长，同时以导演的身份完成了《春宵苦短》《少女前进吧》《恶魔人 Cry Baby》《若能与你共乘海浪之上》《别对印象岩出手》以及今年在国内上映的《犬王》等多部作品。近期汤浅正明还受邀制作了《间谍过家家》第二季的 OP， 同样非常具有辨识度。那么汤浅正明如此独特的创作风格是如何形成的？数十年中他的创作理念发生了哪些转变？接下来就让我们听听汤浅正明本人是如何回答的吧。岩佐正明です。アニメーションの仕事を始めて35年以上になります。最初は絵を描くことしか興味がなかったんですけど、だんだん演出に興味を持って今監督をやっています。そうですね、映画祭で上海と香港に行ったことがあって、今年は旅行でシルクロードを車で旅をしました。それはとてもいい経験で、まあ街中とは違ういろんな広い中国を見ることができました。そうですね、今すぐ3体をすごく読んでいてというか、読む時間がなかったので、オーディブルっていう俳優が読んだ3体の小説を寝る前に聞いていたので、まあ、寝てしまうので、なんか何度も繰り返していろんなとこを読んで聞いてますけど、とても面白いですね。やっぱ話が広大で、3次元4次元といったなんか思想的な SF の話をこういう叙情的なドラマの中に入れていて、それはとても面白いなと思って自分の中で今流行っていますね。それとか、まあ、アニメーションなんかもそんなに見ていないんですけど、黒猫の戦記ものなんかテレビで見て、とてもこう理想的な、なんかすごくいい感じ、まあ、自分にも立ちの世代にも馴染みやすい、すごいアニメーション、クオリティ高いアニメーションだなっていうふうに思う。で今朝何ですかね、忠告奇譚の一本をこう見てたんですけど、それもイノシシが出てくるやつを見てたんですけど、とてもそれもいい感じで、本当に中国にはこんな作品いっぱいあるのかなってちょっとびっくりしました。びっくりっていうか知りませんでした。とか 3D ではいろんな作品をたまに劇場で見たりはしますけど、とてもみんなクオリティが高く、もっとたくさん見たい気がしました。そうですね、そういう分かり方知ってるのが話を聞いて初めて分かりましたそうですね、僕はいろんなスタイルのものをやりたいと思っていて、その中のでアニメーターはいろんなスタイルを書けるものだというふうに思っていたんですけど、そういえばみんな最近スタイルがそんなにいろいろ書かないでその場所にいるっていう感じがしています。井上さんとか沖浦さんとかはそうね、付き合いはあっても一緒にする仕事をすることがないですね、気がつけばそれは気がつきませんでした。僕は意識したことなかったですが、向こうは意識してるかもしれない。確かにアキラっていう作品がやっぱ大友克洋さんって人が漫画の中に、それまで劇画っていうスタイルだったけど、そこにリアルを持ち込んで、そこに集まった若い人たちが自分なりのリアルっていうのを考え始めて、そこでなんかいろんな派が分かれたと思いますけど、
まあ、自分的にはもっとみんなやり取りした方がいいと思う。もういろんなやり方があっていいと思う。今作品を作っていて、この作品はこんな感じでやりたい、この作品はこの感じでやりたい、リアルよりもうちょっと違うリアル、これは漫画っぽく、これは劇場っぽくって言うけど、割と対応できない人が多いね。だからもっと自由にできたらいいと思うし、でも一つのことをやることでずっと技術が高まるってことももちろんあると思うので、そうですね、もっといろいろに気楽に考えています僕は。もっとそんなに区別はあっていいと思うんですけど、別にもっと自由で行ったり来たりしていいと思っていますね。はい、まあ大きな影響を受けましたね。やっぱり大平信也君って人を知らなかったし、そういうことふうにしてる人たちを知らなかったので、まあクレヨンしんちゃんをやっていて、漫画っぽいものをやっていて、でもリアルなものもやりたいなと思って、自分なりのリアルっていうイメージがあったんですけど、まあはるかに大平君はなんかそれまで風景をリアルに描くとか、人の動きをそこまで捉えるってことは考えてなかったですね。なんかそれで、で大平君は特に無理なことをやりたがる。コスパよりとにかく絵は大きい方がいいんだ、鉛筆は濃い方がいいんだ、で そう、すごければすごいほどいいんだ。僕はそれはちょっと怖かったですね。大平君のようなやり方をするととても自分にはその時は時間がかかった。で時間がかかるし、スケジュールはなくなっていくし、でもそうですね、結構キャラクターデザインのような絵で表現できなくなっていくし、それがすごくすごいと思ったし、そこまで入れ込んで作品を作るのがすごいと思いまして、自分も一生のうち一回はそういうことをやってみたいと思うし、やっぱりそういう方向に行くのが怖いっていうのもありました。まあ大平くんのようにやり続けて、それをスピードある形で表現できるってとこまで行くのは多分大変だなっていうふうに思いました。自分はいつかはやってみたいですけど、コスパを考えながらやっていく。でも理想としてそういうものが一つあるっていう形で、とかリアル方向っていうのをもう一緒に考えるようになりました。そうですね、基本的にまあ、演出というか、まあ、お芝居というよりは作品をどういった形にスタイルに落とし込むかってことを演出としてなんか、まあ、考えていますね。まあ、シリーズでもこういうふうなニュアンスでやると、作画のスタイルもこういうスタイルでっていうふうな感じでやっています。僕もよくアクションシーンしか印象に残らないとは言われるんですけど、でもそれコスパもあって、やっぱりアニメーターが何人か集まると上手い人はやっぱアクションシーンをやることになって、日常芝居のシーンは割とそうですね、動きで考えてしまうので、やっぱり静かなシーンも上手い人がやらないとなかなか、静かなシーンほど上手い人に本当はやってほしいですけど、なかなかそこに人を避けないので、静かなシーンは割とお芝居を分かりやすくつけることが多いですね。でもできればそういうものもやってみたいし、最近そういうコストのかからない静かなシーンの演出方法っていうのもなんか他の方の作品で見かけたりもするので、まあそういう作品も、そういう表現をすべき作品にあたったら、なんかそういうものもいつかやってみたいとは考えています。まあ基本的に来た仕事は大体できるかどうか考えてみる方向でやってみて、やっぱ興味があるのはやったことないこと、自分にできそうにないこと、難しそうだなって思う仕事をどうやってやれるのかなって
ていうふうな考えることが割と楽しみになっています。それはこう多分演出とかを管理職をやってるととても困難が問題が起きるので、そこをいかにうまくクリアできるかがこう自分の仕事だと思いましたし、それが自分の一番の楽しみにもなっていますね。で、まあ社会的にもいろんなことを、まあその中で作品が社会的なものであれば、歴史的なものであれば、それに対してもやってみようって気持ちでやっています。感じだと思いますね。それと、あ、そこに。だんだん監督をやってるとなんとなく最初はアニメーターの気分で作っていたんですけど、だんだんこう作品を作る意味とか、なんでこれを今作るのかとか、今作るならどうあるべきなのかみたいなことはだんだんと考えるようになってきました。知ってるわけではないですが、もし原作があったらそれをこう今やる意味、まあそのままやるっていうよりは今自分たちがその作品見た時どう感じれば感じた方がいいんだろうってことを考えながら作っていますね。それはこうパブリックでもすごく内的なことでもあんまり関係がないっていうふうに思っていますね。今準備している期間作品の中にはすごく内的な作品もあるし、とても壮大なものもありますね。そうですね、影響は特にないと思うんですけど、まあ、会社のロゴは動いてた方が楽しいなっていう、やっぱタツノコプロのマークなんかが昔からかっこいいなと思っていたので、マークみたいのがタイトルで動いてるといいなっていうふうに思っていました。キックハートをやった時に音楽をやったオールタイチ君のライブの時に VJ をやったんですね。そのために短いアニメをたくさん作って、もう本当15分ぐらいで作るような本当簡単でループするアニメを、で、まあ、コロナになった時に星野源さんっていう方が、まあ、音楽に絵をつけたりとかアニメーションをつけたりっていうのに何か誘われて上げていったら、毎日のように上げていったし、まあくだらないタイムラインにやったらちょっと気が抜けるようなそういうものをこう上げていくと、友人が数名が何かあれで楽しめてますみたいなことを言われたので、そのコロナ以降もずっと続けている感じですね。まあそれとは別に、なんかまあそういう作品にはできないような、そうですね、先ほど言ったちょっと日常につながるような、なんかアニメーションの一つの形として、なんかそういうものをこうみんなのところに届けるのもいいのかなっていうふうな感じで続けています。多分そうね、映像研が終わった後にそういう喪失感みたいなのはあったんですけどでもまあよくどこの会社でもあるようなことが起こったっていうふうに考えています。まあそこら辺が自分の力の足りなかったところなので、またその力 を蓄えて、また次の作品を作っていければっていうふうに思っていますね。だんだん戻ってきた感じです。はい。そうですね。犬王は映像研とか日本地物より前から始めていて、出来上がったのがその後になった感じになります。できるだけ前ほど働かないようにっていうふうに考えて、ゆっくり進めていますね。まあでも忙しくなるんだろうなとは思いながら、いくつか企画を進めていて、だんだん制作に入っていくと思います。これからまた作品をたくさん届けられたらというふうに思っています。そうですね、そこに出したのはそうですね、若い時に影響を受けたので
多分若い時に影響を受けたものはそんなに変わらないっていうふうに思うんですけど、多分20年すごく長いんで多分たくさんあったと思いますね。まあ最近で言えば山田直子さんの何だったかな、リズと青い小鳥っていうのは、なんかあこういう形で、先ほど言われたけど静かなシーンでこういうふうにできるんだっていうのをちょっとすごいなっていうふうに思いました。でテレビシリーズの平均物語でもそんなにお芝居をさせなくてもカットでカット割りでそういうふうに静かなシーンで感情をこういうふうに演出してるんだっていうのはすごく勉強にもなりましたし、もう本当 YouTube で見るいろんな動画もすごいなっていう、こんなやり方をしてるんだとかいうのはすごく面白かったです。今すごく見たいのはなんか映画とかテレビシリーズとかでないなんかアニメの活用法っていうか、そういうものが出てくるとなんか面白そうだなっていう期待しています。自分もなんかどういうものが作ればいいんだろうっていうのをこう考えながら見ています。普通に 3D でね、ポケモン GO でも何もないところにこう人がいるって見えるっていうのもすごく面白いと思いますし、これからもしかしたら自分の友達みたいなのがアニメーションキャラクターでいたりとか、もっとアニメーションと普通の僕らの生活の中での関わり方が中で新しい形が出てくるんじゃないかっていうのをちょっと楽しみにしています。ちょっと話が変わりましたけど本当好きな作品はたくさんあると思ったのでちょっと今出てこないんですけど、一つは山田直子さんの作品は面白いと思いました。そうですね、一番自分が盛り上がったのは意外にこうシンプリーレッドのコンサートだったりしたんですけど、あれだけ柔らかい音楽なのに最後あれだけ盛り上がるのはなんでだろうっていうのはすごく考えたりもしました。そんなガンガン乗るような音楽じゃないのに、でも音楽はまあ割と古いものがを割と聴いていたりして、まあ今野清志郎っていう RC サクセションの作家とか、奥田民生っていうユニコーンにいた人たちの歌詞も好きで、曲もまず歌詞が好きで曲もちょっと感じっていう感じがとても好きでした。まあビートルズもありますし、マイケル・ジャクソンの踊りダンスにもすごいなって今でも繰り返し見たりするし、そうではない普通のブレックダンサーの人たちのも見たりしますね。まあそれは作品ではないかもしれないですけど、一つのパフォーマンスの形ではあると思うんですけど、っていう形でいろいろ見ていますね。なんかあったかもしれないけど、プロジェクションマッピングも面白いと思いましたし、なんかまだ見てないですけど、なんか海のとこで やられてすごい大きいセットを使ったオペラとかありますよね。シドニーでしたっけ。で見てないですけど、フランスのでかいロボットが動くのもやっぱ間近で見ると違うんだろうなと思いましたし、たまたまディズニーランドの新しいパレードが始まる時に行った時に見たファンテイリュージョンはすごいなと思いました。なんかその時はディズニーすごいって思いましたとか、ディズニーランドの待ってる間の作りがちゃんとストーリーがあって、クリッターランドとかこの板はもともと何に使われてた板を剥がしてここに持ってきたっていうストーリーがちゃんとあるのが見て、できるだけ自分もそうありたいな。いろんな画面の中にやっぱり映り込むのに全部ストーリーがあったらいいなっていうふうな思いでなんか影響を受けました。他に芝居でもそうですね、塚浩平さんのお芝居も好きでしたし、最近はそうですね、ヨーロッパ企画さんのも随分いろんな幅広く
やられているので面白いなっていうふうに、思っていますね。そうですね、敦煌で見たでっかいセットの芝居もなんか面白いなっていうふうに思いました。やっぱ劇場がすごくて、やっぱりせり出しとか上がり出しとか、わ、こんなすごいシチュエーションでこうストーリーを語ってんだっていうのはちょっと面白いなと思いました。そうです、心配、国ということではなくて、あの誤解を与える人が国内でもいるかもしれないということは考えますね。あの、まあ、海外で言えば、あのつまりキックハートをやった時にアメリカの人にはこういうキャラクターが絵がいいのかなとか考えたんですけど、結局、まあ、どこも今同じだろうなっていうふうなあの感触を得ました。だからその時からどこの国に見せてっていうことはあんまり考えなくなりました。まあ日本の人にそう受け取られたなら、多分世界中で同じような受け取られ方をするだろうっていうふうなあの認識で作っています。あの日本沈没の時のナショナリズムと受け取られるっていうのも、あの国内でもそういうふうに受け取られるのが嫌だと思ったし、特に外と内は関係なく、あのもともとあんまりこう日本がいいだろうとか言うとか、日本の選手が海外で活躍するとすごく喜んだりとかするのも嬉しいですけど、それっておかしいなっていう気持ちがあって、あの別に選手が成功しただけで自分が成功してないのになぜ同じ国の人っていうだけでこんなに誇らしい気持ちになるんだろうっていう、そういう気持ちになることがちょっと疑問に思いました。だからそれをあの日本沈没では表現しようというふうに思いました。そうね、どこの国というよりも、あのどんな人が見てもっていうことをすごく考えるような、男の人でも女の人でも大人でもじいさんでも子供でも、あのみんながこう自由でいられるような、あの偏りのない制作者が作ってやるんだろうっていうふうな意識のあるものをそう見せたいというより、自分がそうありたいというふうに思うので、作品はあのそんな方になっていると思います。そうですね、あの自分がそう考える以前に、なんかもうすごく突破してる作品がたくさんあってなんか新海さんとか鬼滅の刃でもそうですし、あの、まあ、ディズニーやあのそうね、ピクサーなんかも 3D、 そうね、まあ、2D の作品をどうやって見てもらうかっていうのを命題にしてたんですけど、それも新海さん細田君たちがもう鬼滅もやってるし、受け入れるようになってきたと思うんですね。だから日本で今すごい自然にみんな大人がアニメを見てる気がします。でもやっぱり中にはアニメは嫌いだよってアニメ映画見ないよっていう方もいらっしゃいますし、実写映画の方で本当アニメは嫌いだってこう公言してる方もいらっしゃいましたし、あもっと、うん、アニメのどこが嫌いなのかなっていう、もしかしてアニメの魅力があるとこがそこであれば、まあそれはしょうがないことだというふうに思うんですけど、なんか抵抗感のない、まあそれでアニメーションの魅力は失わない作品ができるなら、で、まあ自分がやる必要はないんですけど、自分がもっとできるようになる、なればなっていうこととかは考えていますね。それが、あの、日々の生活の中にあるちょっとしたアニメーションだったり、これから生まれてくるものだったりするのかもしれないですけど、まあ自分にできるものならなんかやってみたいというふうに思っています。まあ日本は多分特殊だと思うんですよね。多分本当ガラッパゴスのような感じだと思います。それは本当僕が子供の頃に起こった出来事で、それまではやっぱ卒業するものだというふうに思っていたところに、なんか宇宙戦艦ヤマトの映画がブームになって、急に大人も見ていいってことをたくさんのマスコミのが触れ回ったんですね。それで多分そのせいなのかな、
でも一回嫌われる時期もあったんですけど、ピクサーとか出てきてやっぱ 3D だっていう時代になったと思ったんですけど、それまで静かに先行してたちょっとオタク趣味と言われてたような声優さんが好きとかいうことが一般に広がった。普通になんか一般とオタクと分けるのも変ですけど、なんかそれが普通にテレビなんかで大きくなんか言われるような感じになって、なんかちょっと不思議な感じに、多分外から見たら不思議な感じになってるとは思いますね。